こんばんは、ゆるのりです。今日も N ボックス運転しながら動画を撮っていきたいと思います。僕の N ボックスはカスタムの LNA モデルです。まだ納車されて1ヶ月足らずという感じですね。僕の動画はもう本当にこうやってね、ただ運転しながら配信し、喋ってるだけなんで、それをもう編集もしないで配信してるので、もうラジオ感覚で聞いていただけたらなと思います。今日のテーマはですね、シーサイドライフオンラインチャンネルのことです。シーサイドライフオンラインチャンネル、ご存知の方いらっしゃいますかね。結構ね、 Nbox の動画をよく見られてる方なら知ってられる方は多いかなと思うんですよね。僕もね、Nbox を検討してるあたりからね、シーサイドライフオンラインよく見るようになって結構ね、ライブ配信とかもあるんですけど、ライブ配信に参加はしないですけど、移動中に聞いてたりしましたね。すごく楽しそうにね、Nbox のオーナーさん同士で話してるんで、あ、きっとこれ Nbox はもう買って間違いないなって、もうそれで確信したっていうのもありますよね。 N1 と迷ってたんですけども、あ、やっぱり Nbox にしようと思った一つのきっかけがこのシーサイドライフオンラインの影響ありましたね。こんだけ絶賛されてるし、そのCさんっていうね、配信者さんが、で楽しい車だって言ってたし、まあ、僕も印象良かったので、これはきっと買っても後悔しないだろうなと思って、結局 Nbox にしたんですよね。それまではね、ちょっと N1 のオリジナルにしようかなと思ったんですよね。それかプレミアムっていうグレードに、あっちの方がデザイン的に僕好きだったんです。で、N1 に決めようかなと思ってたんですけども、Nbox ね、居住空間も広いし、スライドドアだし、家族も喜ぶかなと思って、Nbox にしたのと、そのシーサイドライフオンラインさんの影響も少なからずありましたね。で、まあ本当買ってよかったなって今思ってるところですけども、先日シーサイドライフオンライン C さんのライブ配信聞いたらですね、最初の10分間でね、ちょっと衝撃的なことをおっしゃってたんですよ。それもさらっとね、もう僕ね、あまりにも衝撃的すぎて3、4回聞き直したんですよ、最初の10分ぐらいを。どんな内容かっていうと、1週間ぐらい前かな、急性胃腸炎 C さんが発症されて、で救急搬送されたと。でその途中で狭心症、持病であるらしいんですけども、 C さん狭心症が発症、同時に発症、併発しちゃって、ここで通常はニトロで対応してたところ、ニトロがなくてもう死ぬ思いだったと。で着いたら、救急搬送された病院に着いたら心筋梗塞を起こしてたということをね、さらっとおっしゃったんですよ。でもうすごい脱水で、おしっこもあんまり出なくて、なんかお腹に腹水が溜まってるっておっしゃってたんですけど、と思ったんですよ。腹水ってそれやばいだろうと思って、体重も1週間で7、8キロ落ちたっておっしゃってたんで、ただごとじゃないなと思って。僕は内科の医者でもあるんですよ。内科の医者で内科専門医の資格も持ってるんですね。まあ最底辺の、自分では内科専門医だと思ってるんですけども、なのである程度ね、もう話を聞くと、もう状況が思い浮かぶんですよ。おそらく急性胃腸炎、ノロウイルスとかが多いんですけども、
それで嘔吐下痢がひどくて体の水分を大量に失って、まあ、そうすると狭心症なんかも起きやすくなるんですよね。体の中の血液のね水分量が減ってしまってですね、狭心症っていうのは心臓を養っている血管に血液が少なくなっちゃって起きる状態なので、そういった狭心症が起きやすいような状況で、まあ、持病の狭心症が起きたと。で、心臓を養っている血管がもう詰まったような状態になって、で一部心筋が壊死したんでしょうね。心筋梗塞、もうこれはねもう本当に即死っていうかね、もう非常に危険な状態ですよね。もう死んでもおかしくないですよ本当。なんでねもう僕ね聞いててねびっくりしたんですよね。それで入院しなかった感じなんですよね。入院してないみたいなんですけども、帰ってきてからもひどい脱水だったと。でポカリセット何本も飲んでようやく少し落ち着いたっておっしゃってたんですけども、まあよく入院しなかったなっていう。普通心筋梗塞を起こして家に帰るっていうことがありえないと思うんですけども、よっぽど多分おそらくですが医者は入院を勧めたのかだと思うんですけど、 C さんが家に絶対帰るというふうに言ったのかもしれないですね。入院は絶対したくないと。ライブ配信でももう俺はいつ死んでもいいと思ってるっておっしゃってたんで、もしかしたらもう全ての治療を点滴ぐらいは受けたかもしれないですけど、その先の治療はあまり望まなかったのかな。普通は入院ですよね。入院して集中治療管理ですよ、心筋梗塞っつったらね。まあカテーテルとか やって、まあ詰まってたらそこを広げる治療とかねするわけですけども、あの C さんの狭心症は肝連縮性狭心症とおっしゃってたかな。要するに詰まってるっていうか肝動脈が一時的に痙攣みたいな感じで収縮しちゃって、それで狭心症を起こすっていう、まあ、ちょっと特殊な狭心症なんですが、それだっておっしゃってたんで、もうバルーンで広げるとかステントを入れる金網みたいなのを入れるってことは普通はそれにやんないかもしれないですよね。そういったことでもうそういうこともできないんだったらもう家に帰って家で安静にしているっていう風になったのかな。もうちょっとびっくりしましたね。それであと腹水が溜まってるって言ってたんですけど、その腹水が溜まるってもう本当に末期的な症状ですのでね、多分その腹水っていうのはちょっと違うのかもしれないですけど、ご自身では腹水っておっしゃったんでびっくりしました。腹水が溜まるっていうのはもうがんがね腹膜に転移して腹水が溜まるとか、あと肝臓がもう肝硬変っつってもう石みたいにカチカチになって働かなくなって腹水が溜まるっていうのがもう2通りぐらいしかないですよ。他はもうあんまりそうそう腹水なんて溜まらないですからね。だから両方ともとんでもない病気ですよ。肝が腹膜に転移するとかね、肝硬変で腹水が溜まるなんて言ったらもう大変な状態なんで、それはちょっと言い間違いなのかどうかわからないですけども、まあ、僕は本当びっくりしましたね。それでその後なんかもうこの1年間もうずっと赤字続きで、もう先行きもうないみたいなことをおっしゃってたんですね。もうずっと赤字でもう生きる気力みたいなのないようなことをおっしゃってたんでね、
いや僕も聞いててねもう悲しくなって、なんか本当かわいそうになっちゃってね、泣けてくるような感じしたんですよね。だけどまあ思い残すことはないとかね、いつ死んでも思い残すことはないっておっしゃっててね、いや何言ってんだよと思って、だってまだ僕より 2,3 歳お若いんじゃないかな、まだ50歳になってないと思うんですよ、うん、それなのにそんなことをおっしゃってたんで本当にねびっくりしちゃったです。もう本当 C さんって裏表がなくてね、もう人との接し方も上手でね、なんか本当いい方っていうのがもうにじみ出てるような方なんですよね。もう誰からも好かれるような感じ。NBOX のオーナー会みたいなのやって、そこでの風景なんかも出てるんですけど、本当にね人とのね会話も上手だし、あなんて気持ちのいい人なんだろうなと思ってたんですよ。だからねもうこれからもずっと配信してほしいんですよね。なんかグルメのね動画もよく上げられてるんですけど、ほとんどがねラーメン食べてるとかね、カップラーメン食べてる様子なんですよねこれそれでなんかリスナーさんとかからでも大丈夫ですかっていう、なんかよくメール心配されてること言われてたんですけど、僕もねこれちょっとこの食生活やばいだろってそれも心臓が持病あってる、狭心症の持病があるのにこんな塩分の高そうな食事ばっかりとってていいのかなって思ってたんですけど、まあ毎日じゃないらしいんですよね、取りだめしてるのを少しずつ出してるとかおっしゃってたんで大丈夫だって言ってたんですけど、やっぱりこれはやめた方がいいと思うんですよね、僕医者の立場からも。なんか好きなものを食べて生きていきたい、残りの人生生きていきたいとかおっしゃってたんですけど、いやそれやめた方がいいと思いますよ。65歳まで生きればいいとかおっしゃってたんですけど、いやそんな気をつければもっともっと生きられますよ。もうそんな遺伝のこと言ってたんですよね、うちの家系はみんな男は60何歳で亡くなってるとか、だから俺もきっと60まで生きればいいやなんて言ってたんですけど、そんなことはね全然当てにならないんですよ。自分の寿命っていうのは自分で決めるもんなんですよね。節制すれば遺伝的な要素があったとしても十分それを超えることはできると思うし、なんならもうそんなのよりもはるかに生きられると思うんですよ。その気持ちはすごくわかるんですけどね好きなものを残りの人生食べていきたいって、それで短くなっても構わないっていう気持ちもわかるんですけど、それはねもったいないですよ。そんなにスイッチが切れたように死ねるわけじゃないから、苦しいし周りの人にすごい心配かけちゃうし、お金もやっぱりかかるしね、病気が長く続けばぽっくりねある日突然死んでくれれば保険料だけ入ってくるかもしれないけど、そんなうまくはいかない。僕ももうそういう人たちいっぱい見てきてるけど、決してうまく死ねるなんてことはないわけですよね。
彼がね患ってる C さんが患ってるその肝蓮縮性狭心症も完全に治すことはできるかどうかわからないですけども、発症を抑えることは僕はね十分可能だと思いますよ。生活習慣の改善によって何が大事かっていうと、タバコはもう絶対にダメですね。タバコが一番悪いでしょ。タバコは吸われないのかな。タバコは吸われないんだったらいいんですけど、吸ってるんだったらもう絶対にダメです。タバコ吸えばもう肝動脈もギュッと締まるし、血管自体がギュッと締まるんで、手足の血行も悪くなるし、内臓の心臓ばかりじゃなくて腎臓とか腸とかね、胃とか肝臓とかに行く血流も落ちちゃうんで、吸った直後は特にもう絶対にダメですよね、タバコは。それとか癌もできるしね。タバコはもうもちろんダメなんですが、お酒はもうやめられてるとおっしゃってるんで、お酒はいい、まあいいとして、タバコは絶対ダメ。お酒とその次がですね、実はカフェインですね。カフェイン、まあコーヒーとかですね、お茶に緑茶、紅茶、ココア、チョコレート、あとエナジードリンクですね。最近ではこれがものすごいダメですよと思ってます。僕はよくライブ配信の時に C さんがあのエナジードリンク飲んでるんですけど、ああこれ不健康だなと思いましたね。エナジードリンクもね、もう10本とか飲めば死にますからね。肝動脈が収縮して不整脈が起きて、もちろん持病があって肝収縮蓮縮性の狭心症がある人はエナジードリンクとかめちゃくちゃ悪いですよ。だからもうカフェインは一切絶った方がいいですよ、肝蓮縮性狭心症の人は。僕はそう思ってます。特にエナジードリンクなんて、そのカフェイン以外にも興奮剤なんで、興奮するっていうことはあの血管が締まるってことなんですよ。戦闘モードになるってことなんで、戦闘モードにするときはもう血管をギュッと締めてですね、筋肉もギュッと締めて、それで戦いに臨むわけだから、いいわけがないんですよ。逆にリラックスモードにするには血管を開いてですね、筋肉を弛緩させるんで、カフェインっていうのはもうその戦闘モードにするんですよね。だから血管もシュッと収縮するし、筋肉もシュッと収縮するんで、狭心症には良くないと思いますね。特にあの自律神経にカフェインは影響するんで、肝蓮縮性狭心症ってあれ自律神経の一症状だと思いますよ。自律筋神経失調症の心臓の血管に特に強く出るのが肝腫、自律神経失調症の中の肝腫蓮縮性狭心症じゃないかなと思うんですよ。カフェインはもうその自律神経を乱しやすいんで、それプラスいろんな興奮作用のあるものがいっぱい入ってるエナジードリンクは絶対にやめた方がいいですね。まあコーヒーもそうですよね。コーヒーももうカフェインが多量に入ってるんで、コーヒーを一日何杯も飲んで、エナジードリンクも何本も飲んでるとか、そういう人はもうすっごい良くないですよね。あれは利尿効果もあって、カフェインっていうのは体の水分がさらに失われるんで、脱水にもなりやすいです。C さん元気になってほしいな。もうこの前もライブ配信も2時間の予定が1時間ちょっとで終わっちゃってました。なんかもう途中で気力がとか体力が続かなくなっちゃって辛そうになって、
打ち切りになったんですよね。まあ、そこまで頑張ってねやるっていう、まあリスナーさんたちのためにねやるっていう、もう気力っていうのは素晴らしいなと思うんですよね、精神力とか。だけどとにかく養生してほしいですよね。もう赤字ならね仕事なんかやめちゃえばいいかなと思うんですよ。赤字で辛いんなら。今はもう生活保護だって結構暮らしていけますしね。C さんなんてYouTube だけでもそこそこの収入あるんじゃないですかね。何万人かいらっしゃるんで。もう細々とね、そんなに贅沢しないで、病気にならないってこともすごいお金の節約になるし、食べ物を気をつけてやればまだまだ頑張れると思いますよ。そんな65歳なんて体重も少し落としといた方がいいですよね。心臓が悪いっていうことは車の排気量と同じですよ。軽自動車と同じで、心臓がすごい丈夫な人は排気量が 3000cc とかね、そういう車で重い体重でも大丈夫かもしれないけど、心臓が悪い狭心症が持病にあるような人は排気量がちっちゃい軽自動車だと思ってて軽くしなきゃいけないんですよ。だから身長が170センチぐらいの方だったら62、3キロにしとくのがいいですよ。それがその人に合った一番いい体重なんで。心臓が悪かったらさらに減らしてもいいかもしれないですけど、そんな風にねまだまだ頑張ってほしいなと思います。気をつけていただいて。それではちょっと20分超えて長くなってきたので、僕の動画も終わりにしたいと思います。こんな放送を聞いていただいてる人は本当に感謝申し上げます。それではまた、さよなら。